私が本格的に演奏活動を始めたのが1987年の秋ですので、もう全くサントリーホールのこの30年の歴史と私の演奏活動の歴史が同じ時期なんですね。でサントリーホールができる時にね、東京にね、このヨーロッパにあるようなホールがこうできるっていうのでね、とってもワクワクしたのを覚えてます。私自身周年という15周年20周年という記念のコンサートもさせていただいていて、20周年以降は毎年リサイタルは必ず年に一度はサントリーホールでさせていただくというので、もうその時その時情景がね目に浮かぶような、とってもスペシャルに残るのがサントリーホールですね。なんかお酒の会社の名前がついてるからというだけではなくて、なんて言いますかね、本当にね芳醇な音楽の香りに包まれる響きっていう感じですね。でお客様に舞台の上から一方通行で音があるのではなくて、音がこう回るんですよね。だからなんか本当にお酒の樽の中こんなんじゃないかしらっていうような、でなので年月経てますますこうブレンドされて響きが熟成していくっていうような、そんな感覚ありますね。大ホールとねまた異なるね大きな可能性がブルーローズにあると思うんですね。やはりそれはその空間の親密さであったり、それからその空間をいろんなフォーメーションで使うことができるということなんですけれども、サントリーホールという音楽の殿堂で音楽だけではなくてクラシック音楽を核にした広がりのあるプロジェクトで、それってねこれからとても大事になると思うんです。他の例えばダンスであるとか演劇であるとかとのコラボレーションによって広がるその芸術の楽しみ方というものを目指していく時にブルーローズすごくいいと思います。で私自身その演劇の方たちとの音楽とのがっつりタッグを組んだ公演とかもさせていただいて、すごく照明とかねそういったのもその音楽ホールでありながら可能性のある使い方ができますし、とても良かった。あと例えばモーツァルトの時代の昔の楽器を持ってきたちょっと研究的なコンサートもさせていただいたんですけれども、そういったのにもぴったりですね。だから大ホールとブルーローズとまた性格の異なる展開の仕方もありますし、あとはその他のジャンルとのコラボというだけではなくて、これからいかにねそのクラシック音楽というものが子どもさんたちの教育の場面であったり、それから大人たち、それからこれから増えてくるね年配の方々への生活の中の一シーンにどのように役に立つことができるのかっていうことをホールの中だけではなくて、サントリーホールがいろんな試みもなさってますでしょ。世の中に対してのねってことをもっともっとどんどん広げていっていただいて、文化的なね楽しみを生活の中にたくさんの方に持っていただいて、でひいてはまたそういった方がホールに足を運んで一種非日常のね素敵な空間に身を浸していただくっていう、そういったループが確立されたら、これからもっともっと素敵だなと思いますし、サントリーホール日本のねフラッグシップ的なホールとしてある意味というものがね果たされるのではないかなと思います。